茶の間のお茶の間様の言う通り。この番組はお茶の間が視聴者のリクエストに応える無茶ぶりバラエティ。お茶の間様の選択が彼女たちの運命を決める。さあ今回は誰がどんな企画に挑戦したのか、お茶を片手にご覧ください。さあ今回はお茶の間が全員集合、そして江上さんが帰ってきました。やったー、ただいまー。いいね、やっと全員揃いましたね。見た感じでもう成長を感じます、うん、皆さんの。本当ですか。だって髪が伸びてる、ね、当たり前じゃないですか。成長したな変わったこと、ごちゃん半年でさらに可愛くなりました。キムナかーしみるしみるか、よかったね。最高だよ、やったー。やったー。はい、おっ、米村いいぞ。見てください、オーラが増しました。おー、なんかこんな感じになったのやめてください。でもなんか引っ張られてるね。そうだよな。今回は江上が休んでいた間の VTR をみんなでチェックしていこう。まずは江上が休む前のサイエンスの回を振り返っていこう。はい、まずお二人の前にあるのが激辛カレーです。激辛、どれか一つ入れて、うん、なぜそれが辛くならないだろうと予想したのかをちょっと述べていただき、はい、私はチョコレートにします。チョコレート、はい、なんでなんで、まあ、カレーと色が同じだからっていうのと、うん、あの甘いからです。おー、なるほど。カレーと色が同じっていうのはどういうことですか。もう混ざり合うみたいな、辛いと甘いが。なるほど、同じ色だから仲間だと。あ、そうです。どうなっちゃうの。意外と変なんだよ、美味しいかどうかっていうね、はい、自分の想像通りなのか。全部いった。全然ビビらないね。はい、じゃあいただきます。すぐチョコ3つぐらいいってる。あ、なに、ね、どいや、すごい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 、面白い。え、どうした、何、辛い、辛いんだ。耳押さえてる。こうです、なんか漫画みたいに出てる